はい、どうも KB です。今日はですね、以前少し前かなにグリーンジョンテクニックっていう話をしたと思うんですけど、今日それをちょっと試してみたいかなと思いますのでやっていきたいと思います。で、そうですね、まずいろいろセッティングをしていきたいと思いますね。まあ、キックとスネアはもうマイクはついてはいるので、あとは問題はこいつらですね。まずこのトップをこっちに持ってきてとちょっとセッティングしますね。あ、やべえよいしょ、あれ回らんな、よし、来て来て。で、まずこっちのマイクが、スネアの真上で真下に向けると、こんな感じですかね。でまず固定をすると、真下になってるのかな、ちょっとずれてますね、直します。こんな感じかな、うん、いいと思います。で、今度こっちですよね。こっちのマイクも、フロア側から撮るっていうことだったので、こいつをどうしよっかな、ちょっと下げ気味にして、もっと下げてこう取った方がいいんですかね。こっちからこう取った方がいいのか、どうしましょうでもこれ低くしないとライド、どうしようかなこれを下げ、あ、でもこっちも下がんないのか、と、まあしょうがないかな、こっちからこういってみましょうか。あ、いい感じかもしれない、これいい感じじゃないですか、ごっつええ感じじゃんすいませんで、これでスネアの方を向けて、本来とこれスタンドにぐるぐる巻きつけるんですけど、まあ今日はこんな感じでやってみたいと思いますね。で、ちょっと高さ変えますというよりか先に見えるのかな、まずここもっと上か、ここに1個あります。で今度ライド、もっと見てないか、ライドの方があそこにありますね。で、一応スネアとキックにつけてあります。そんな感じですね。でちょっとこれ多分ライドを叩くってなると、通常の位置のショットってなるとちょっときついかなっていう気もするので、だいぶアウト側タブを叩くので、いつもの叩き方とはちょっと変わるかなと思いますけど、こんな感じかな、こんな感じでいいのかな。さあって電源を入れてみましょう。よし、まあ、とりあえずまあおそらくこんな感じかなと思いますので、では、この感じで、音を聞いてもらいたいんですが、
で、2パターンちょっと取りたいと思います。まずこのトップのマイク2本とも、センターからパンを振らずにセンターから出したバージョンと、あとこっちをちょっと左気味ちょっと右気味っていう感じでこう出したのと2パターンちょっと撮りたいと思いますので、ぜひとも聞いてみてください。という感じですがいかがだったでしょうか。ですね、これできることだったらそのヘッドホンとかそのイヤホンでこう聞いてもらった方の方が絶対分かりやすいと思うんですけど、これいざこう自分がやってみて思うんですけど、バランスはやっぱりすごくいい感じで取れますね。こんな方法あったんだなっていう感じで、まあ、知ってる人は多分知ってると思うんですけど、これはいいぞ。基本的にトップってだいたいこの、頭の上からこうクロスして取る方法か、シンバルを狙ったこう普通のトップ2本とか、あとその、前回も言いましたけどそのスネアから同じ距離でっていうのが、基本的にそのどれかでやってたので、トップをこんな風に2本使ってやったっていうのはないので、なんかどんなんなのかなとは思ってましたけど、結構いい感じで撮れましたね。で特にこの右ライドとかこう近いので、もしかしたらうるさいんじゃないかなとか思ってたんですけど、特にそんなこともなくすごくいい感じでしたね。ただちょっとこれスタンドの関係上ライドの真上にちょっとこう、マイクがあるので、ちょっとそれだけ、ちょっとこの、クラッシュの下からとか、もうちょっとこのアウト側から狙うとか、多分そうしないと演奏のちょっとこれ邪魔にはなってしまうので、それだけちょっと考えないといけないかなっていう気はしますけど、あとちょっともうちょっとライド側にこう、でも今度これ以上多分、外側に離れると今度多分ライドの音をメインでちょっと拾いすぎちゃう気がするので、まあ、この辺の距離感でなんか邪魔にならないところっていうのだったらいいんじゃないかなと思いますね。あとその2回目がその、LR このトップを、左右で振ったんですけど、でスネアの上に1本持ってきてるのでどうかなと思ってたんですけど、結構いい感じで
こう右左、分かれた感じにはなってますね。うん、これは非常にマイク4本で撮るときにはこの撮り方、ベストかなって今やってて思いましたね。まあ今後この撮り、まあマイクを使うんだったらちょっと今後この撮り方でやってもいいかなっていう気がしますので、何かこの撮り方で1曲撮りたいですね。で何かちょっと以前やった曲かもしれないですけど、ちょっと今度と次回何かしら、1番だけかもしれないですけど、それでちょっとこの状態でちょっと、録音してみます。なので、次回がちょっとこれで1曲だけ、ちょっと撮ってみたいと思いますので、それもちょっと聞いてもらえたらなと思いますね。以上です。